保坂本源寺物語は、源氏物語の写本の一つ。現在は、重要文化財に指定され、東京国立博物館が所蔵しているが、1935年に保坂淳次の所蔵する写本として、世に出たために、同人の手を離れた現在でも、保坂本の名で呼ばれている。浮船を書く53条が現存している。昭風以降の36条が、 鎌倉時代の書者とみられ、伝藤原ため家東閣、筆本とされる。桐りつぼから絵合わせまでの十七条は、三条西兼高等室町時代中期の青表紙本による補写とされている。本文系統は、別本、河内本、青表紙本が含まれる取り合わせ本であり、各系統がそれぞれ何条になるかについては、多少見解が分かれることもあるものの、 陽名文庫本に次いで別本を多く含むことで、貴重な存在であるとされている。本社本の伝来について判明している限りでは、完成の改革を主導した江戸時代後期の大名、白川藩主の松平定信の元にあったとされるのが、最も古い情報である。松平定信は、源氏物語に深い関心を抱いていたと見られ、生涯に七度にわたって、 源氏物語全巻を諸者したほか、何度か、薪名家を読んだり、元織のりなの、物ののあわれ、論を批判した記録等が残っている。本社本は、松平定信の死後も、桑名松平家のもとにあったとみられるが、昭和に入って売りに出され、竹内文平の仲介により、1935年2月に、新潟県の大地主で、豊富な資金をもとに、当時様々な古文書、 ご書籍を収集していた、保坂淳次が入手したため、保坂本の名前で世に出ることになった。保坂は、当時、池田機関が進めていた、現氏物語の広報作成事業のための資料収集に協力していた人物の一人であり、彼が入手したことによって、断片的ながら本社本は池田が作成していた、広報の対抗本の一つとして採用されることになった。 本社本は1936年、当時の国宝保存法により、旧国宝に指定されている。戦後、農地改革や財産税法施行などに伴い、大事主であった保坂は、ほとんどの財産を失い、本社本も売却されて、東京、神田神保町の古書店、一斉堂書店が購入した。その後1983年に文化庁が購入し、現在は、 東京国立博物館に所蔵されている。現氏物語別本修正では一部が、定本に採用された。また、1995年から1997年にかけて、井ーハ伊藤なり、中村和夫らの手による詳細な調査が行われ、永遠本が出版された。浮船を書く53条のみが現存する。なお、1937年2月に、 不参謀から出版された、橋本新吉編、源氏物語転換書解説の、別本系統の書本の項には、15源氏物語54条国宝伝、藤原た家筆閣、筆、保坂順次史像とあるが、本社本を54条とする資料はこれだけであり、おそらくは書き誤りであろうとされている。黒漆塗りの外箱に6個の小引き出しに分けて、収められている。 外箱には、松平本源寺物語と記した紙が貼られている。本写本は、陽明文庫本、国、冬本、有馬区本、麦製本等と並ぶ、代表的な別本系統の本文を持つ写本とされており、鎌倉時代の書写部分の36条については、長風青いの2条が河内本である他はべて別本であり、別本が、 これほどまとまっているのはこの本をもって第一とする。別本が34条もまとまっているのはこの本をもって第一とするなどとされている。本社本の本文は鎌倉時代の書者と見られる、昭風以降の別本の本文を持つとされた巻を中心に、行位源氏物語及び源氏物語体制に、社本記号、法として、競合本文の一つとして採用されている。また、 源氏物語別本修正では大部分で底本に採用されている、陽明文古本の本文が別本でないとされた、若名登る、若投げ、柏木、横笛、二大宮、勾梅、竹川、夢浮橋について本社本が底本に採用されており、その他の巻でも鎌倉時代の書者とみられる、昭風以降の巻については、競合本文の一つとして採用されている。 さらに1999年に出版された CD ロム門川古典大漢源時物語においては本社本の本文が電子データの形で収録されており代表的な青表紙本の本文を持つとされる社本である大島本代表的な河内本の本文を持つとされる社本である美州家河内本代表的な別本の本文を持つとされる社本である陽明文庫本とこの 保坂本の四社本の本文を同時に並べて比較できるようになっている。井、e. 春樹、伊藤成、中村和夫らの手による詳細な調査が行われ、その成果が1995年から1997年にかけて永遠本という形で刊行されたものである。浮き船を除く53条が一条ごとに一冊で、偏差されているが、二内し6条ごとに一巻と,として箱に入れられて、 箱単位で販売されている。最終巻の第十二巻には、影楼から夢浮橋までの他に、別冊一として本社本に欠けている浮船長を、江戸時代初期という保坂本よりはかなり新しい時期の書写とみられるのの保坂本に近い本文をお持ちとされる、東京大学本の浮船長で補っており、別冊二として本社本の伝来や現状について説明した。 解題が含まれている。ありがとうございます。